どうもこんにちは、 T です。今日はですね、後悔しない志望校の選び方っていうことについてちょっと話をしていこうと思ってるんですけど、皆さんどうでしたか、共通テスト。まあいろんな人がいてね、うまくいったよっていう人もいれば、いやちょっと微妙だったんだよなっていう人もいるとは思います。でもこれからね、共通テスト受けた人特にそうだと思うんですけど、国公立の二次試験も控えてるわけですよ。で、早いとこうもうね、決めちゃわないといけないわけですね、どこに出願するか。でもこれが非常に悩ましいというふうに考えてる人多いと思うんですけど、これね、もう割と簡単に自分が後悔しないように選択する方法っていうのがあるので、今日はそのことについて話をしていこうと思います。で、早速見ていくことにしましょう。で、早速見ていきたいんですけど、もうまずね、結論から言っちゃうと、第一志望を受けてください。いやいや、そもそも共通テスト全然できなかったからどうするかって悩んでるのに、そんな第一志望なんか受けても受かるわけないよっていうふうに思うかもしれないですけど、やっぱりね、後悔するかどうかっていう目線で見た時に、第一志望は絶対に受けるべきです。もうこれね、すごく簡単な話で、第一志望を受けてダメだった時って割とね、すっぱり諦めがつくんですけど、受けずになんやかんやっていうのでね、まあ仮に第二志望、第三志望っていうのに受かったとしても、その後ずーっと後を引くんですね。僕自身も第一志望は京大だったんですけど、なんやかんやあって結局ね、阪大を受けることになって、で、じゃあ阪大で満足してないのかっていうと、全然そんなことはなくて、まあこんなもんだろうっていう風に納得はしてるんですけど、やっぱりね、ふとした時に、あの時京大を受けてたらどうなってたのかなっていうことは頭もよぎるんですよ。で、当たり前ですけど、この傾向は第一志望っていうのに思い入れがあればあるだけ強く出ます。ということは、いや共通テスト無理だったけど、いやどうにかして第一志望受からないかな、んー、どうしようどうしようっていう風に考えながら、 YouTube とか見ながらね、この動画見てる皆さんっていうのは、ほぼ間違いなく第一志望を受けなかったら後悔をします。なので、これからリサーチの結果とかがいろいろ返ってきて、いやいい判定だったなとかっていう風な現実っていうのを突きつけられるとは思うんですけど、どうしても第一志望を受けたいっていう風に考えているんだったら、迷わず第一志望を受けてください。で、とりあえず第一志望を受けましょうっていうのは分かってもらえたと思うんですけど、ここで大事になってくるのはむしろ滑り止めです。ぶっちゃけね、第一志望はもうとりあえず受ければいいから、悩む必要性とかって全くないんですよ。そんなことよりむしろ、万が一の時に備えてどこを滑り止めにするかっていうのがすごく大事で、ここをちゃんとやっておかないと、ものすごく後で揉めるんですね。どういうことかっていうと、受験するのは当然皆さん本人なんですけど、これね、周りのサポートっていうのが絶対に必要なんですよ。いろんな人がサポートしてくれてるとは思うんですけど、一番サポートしてくれるのって親御さんじゃないですか。だけどご両親と一切話をせずに、自分自身でね、志望校勝手に決めちゃって後々揉める、これね、割とよくあるケースなんですね。一番よくあるケースとしては、浪人をするのかしないのかみたいなケースがあって、皆さんが第一志望、まあ第一志望ですから当然レベルが高い大学のケースが多いと思うんですけど、そこを受けましたよと。で、じゃあ滑り止めどうするんですか？いや、やっぱ滑り止めって私立だけど、やっぱレベル高いところ行きたいよねって、すごくレベル高いところをやって、気づいたら全滅してましたみたいな。で、あんた4月からどうすんの？みたいな話で喧嘩になることって多いんですけど、これは今の段階でしっかり話をしておけば、そんな変な話にはならないですよね。もちろんね、皆さんの気持ちとして自分が受けたいところ全部受けるだけ受けたいというところはわかるんですけど、当然ね、お金の問題っていうのもありますし、浪人したらね、それはそれでまた塾代とか別にかかるわけじゃないですか。なので、万が一のケースに備えて、この場合はこう、この場合はこうっていうケーススタディをしっかりしておいて、万が一の時に備えるっていうのは絶対にやっておいてほしいんですよ。このところね、ほんとしっかりやっておかないと、すごくね、親子関係悪くなってしまって、後々まで後を引いて、いやあの時大学とか受験しなきゃよかったよなとかみたいな話にもなりかねないので、ぜひともね、この点は注意をしておいてください。具体的にどうするのかって話ですけど、まずは浪人の可否を決めてください。もしこの段階で親御さんが、あ、全然浪人とかしてもいいよって言うんだったら、もう何も考える必要ないですよね。第一志望だけ出願して終わりです。でも意外とね、浪人ってやっぱお金もかかりますから、親御さんとしては、いや、やっぱね、現役で行ってほしいよねっていう風に考えてる方も多いと思うんですよ。そうなった時に滑り止めっていうのを決めなきゃいけないわけですけど、ここでね、やっぱり揉めるのが偏差値の感覚ですね。これは本当にもうご家庭によっていろいろ違うんですけど、例えば皆さんやっぱ勉強頑張ってきてましたから、ちょっとでも偏差値高いところに行きたいって思ってますよと。でも親御さんとしては、いや別に大学とかどこでもいいんだけどなっていう風になった時に、一番揉めるのは皆さんが滑り止めに落ちた時です。ちょっとでも高いところを受けようとしてるわけですから、当たり前ですけどリスクはありますよね。でも親御さんとしては、浪人だけは勘弁してほしいという風に考えているよと。じゃあこの時どういう風に考えるのかって話ですけど、もうこれは滑り止めを思いっきり妥協してください。それは嫌だよって思うかもしれないんですけど、ちょっとね、よくよく考えてみてほしいのが、
皆さんが本当に行きたいのは第一志望ですよね。別に滑り止めの大学に行きたいわけじゃないと思います。しかも滑り止めっていうのはそれなりに理由があって、いや第一志望よりはこの部分がちょっと微妙なんだよなっていうのは必ずあるはずで、どうせね滑り止めに行った時点で何かしらそういう引っかかりって出るんですよ。まあさすがにコロナとかになるとちょっと厳しいかもしれないけど、インフルエンザぐらいだったら全然ね、かかった状態で受けても十分受かるよぐらいのレベルにしておくと、これね実は副次的な効果もあって二次試験がすごく受けやすくなるんですね。っていうのもそれぐらい楽なね、例えばまあ A 判定が出てますよみたいなところっていうのを受けるわけですから、わざわざそこに対策ってそんなに時間割かなくていいですよね。ということはその時間の分だけ第一志望っていうのに集中できますから、単純に第一志望合格する確率上がるんですよ。まあ、皆さんね、いろいろまあ悩ましい部分ってはあるとは思うんですけど、滑り止めはまあどうせ滑り止めだよなっていうふうに割り切って、ほぼ確実に受かるところっていうのを1校だけ受けるようにしてみてください。最後にこの受験の仕方をすると後悔する可能性が高いよっていうのを一つ話をしておこうと思うんですけど、それは今までとは全く逆で、とにかくたくさん受験するってことです。これは都市圏の人とかに多い傾向だったりするんですけど、とにかく偏差値が1でも高い大学っていうのを片っ端から探してきて、もうあそこも受ける、ここも受けるってとにかくたくさん受けるんですね。多い人だと本当に1週間ずっと受験しっぱなしみたいな人も中にはいるんですけど、これはね結構後々後悔する可能性が大きいです。っていうのもいろんな大学を受けるってなってくると、それぞれねやっぱ大学の特徴ってあるので、それに合わせて対策するっていうのは非常に難しくなりますよね。一方で皆さんがそのように雑に扱っている大学っていうのは、ある人にとっては第一志望の大学だったりすることもあります。となってくると、その第一志望だと考えている人はその学校に合わせてものすごく勉強してきますから、ちょっとやそっとの差っていうのは簡単にひっくり返るんですね。となると現状ではね、皆さんの方がまあ偏差値帯とかっていうのは上かもしれないけれども、一発逆転っていうことも全然ありえますから、ほんとね雑に受けるっていうのはやめておいた方がいいと思います。しっかりと妥協点っていうのを探して、まあここだったら偏差値的にはもうちょっと物足りないけど、まあまあ家からも近いしとかね、まあ例えばですけど、そういったところでまあ決めてしまうっていうので考えておいた方が個人的にはいいかなというふうには思います。どこまで行ってもね、滑り止めっていうのは気に食わない部分っていうのはあるとは思うんで、その部分は割り切っちゃって、第一志望に受かるための滑り止めなんだっていうふうに考えると、滑り止めも決めやすくなると思います。ということでいろいろ話をしてきたんですけど、まとめとしてはとにかく第一志望に集中しましょうと。そしてそのためには滑り止めっていうのがすごく大事で、たくさん受けようとすると逆に集中力っていうのがそがれてしまうし、滑り止め自体も受からない可能性高くなってしまいますから、滑り止めっていうのも確実に受かる1校だけ選ぶようにしてくださいと、そういうお話でした。大学受験っていうのは本当にね大きなイベントで、これから先の人生っていうのにも大きく影響を与えてしまうものではあるんですけど、だからといって複雑に考えてもうまい答えが出るわけはなく、こういう時こそやっぱりねシンプルに考えるというのがすごく大事になってきますから、ごちゃごちゃ考えずに自分が本当に行きたい大学はどこか、そこのところをよく考えるようにしてください。一番行きたい大学のことをしっかり考えて十分に対策をすれば、割とねE判定でも簡単にひっくり返るとは思うので、頑張って勉強するようにしてください。というところで今日はこの辺で終わろうと思います。今回話した内容っていうのは一般的な話であって、皆さんそれぞれ個人に合わせたものではないので、もしね学校とかで相談したけどよくわかんないとかっていう人がいればコメントしてくれれば可能な限り対応しようと思うので、お気軽にコメントをしてみてください。それとね、この動画いいと思った人は高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。